久しぶりですね。はい、この久しぶりですか。このテイストすっげえ久しぶりじゃないですか。確かにそうかな。宮倉さんも、はい、ゴルフチャンネルが、ああそうですね、ほぼゴルフチャンネル化している、あれがもう BS に映ることになります昇進、昇進なんかなんかわからない、もっと多い BS のゴルフチャンネル、それは僕も初めて聞いた。あ、そうですか、うん、あの阪神の真由美明信さんとやろうかと大暴走所と、ありそう、めちゃめちゃありそう、見たい見たい見たい、テーマソング作りますんでその際に今の一応のつかみで、ここから今日は今日の本だから違いますね、はい、スマホに入っているなんか写真、うんうん、はい、写真で一言、写真で一言違うか、まあまあまあ最近どんな感じってやつでしょ、あ、そう、この写真何って、ね、あ、そうそうそう、いいんですよね、スマホでなんかいろいろ、僕最近ハマってんのはこれなんですけど、うん、あの超低温調理あ鶏肉とか知ってる、あ、なんか噂を聞いたことある、いやもうこれはもう衝撃でしたね。なんかさ、お店屋さんとかで食べる、特に俺あれが好きなんですよ、あのバンバンジーとか、あ、わかるよ、よだれ鶏、ちょっとあのよだれ鶏って言葉俺あんまりちょっとまだんって思う時あるんですけどなんで飲食店やってる俺でもあれ見たよだれ鶏って思う時あるけど、うんうん、何よだれが出そうなぐらい美味しいっていうことなのかな、うん、でもさ、低温調理やからあんなパッサパサの鶏があんなプルプルになるってこと、いやそうやと思うね、しかも60度ぐらいで、うん、60分とか、うん、それで揚げたもこの感じが最近ハマって、茹でたやつ、これがもうちょっと70度で50分とかやるともうちょっと硬くなるよ、今このね、あの研究中なんですけど、それほんなら全部それでやったらいいんじゃん、肉、いや今これからだから牛とか豚とかもやっていこうと思って、今はもっそ鶏をやってる、ほんならもうしゃぶしゃぶとかのもう概念はもうあかんね、なんでボッコボコやってるとこでしゃぶしゃぶで食べるって、いやあれはあれは薄いからもう2秒でいけるわけですよね、ほんならあれも60度でちょっと待ってしゃぶしゃぶっていう名前がもうなくなるかも、ね、またね、だからとんかつとかでもあんまり高温で揚げたらあかんとかって言うじゃないですか、はいはいはい、っていうことはもう時代はもうそういう、いやなってんのかもね、この中の柔らかぬるま湯っていうのぬるま湯ってなんか嫌じゃね、育った環境すげえ否定されてるからぬるま湯の環境ぬるま湯なんじゃなくて、いやちょっと最近ね、いやすごいね、これ見てやってすごいなんかヘルシーにいいね行こうかなってやってますけど、次僕ですねそんな別に代わり番組、あ、コブさん行きます、あ、いや、じゃあいいですよ、どうぞ、いやいや、コブさん行きましょういや、これね、はい、これこの間の三重行った伊勢神宮のまさにこの本殿っていうののところに登って行きましたよね、うん、そしたらあの時、蛇出たよね、あ、出たね、あの、木のところから、うん、俺最初別になんとも、うん、あ、蛇やと思ったんやけど、うん、後から聞いたらあれってなんかすごい言われがあるんでしょ、伊勢神宮の、うん、あそこで蛇が出たら、うん、蛇が出たぞーって、いやそれはただ言うてるだけ見た出来事を言うてる、じゃなくて、なんかその出た蛇の種類でとかって言ってたやん、この間、うん、クラさん、俺はクラさんが言ってて、ほんであの蛇はあやからこうやから言ってなかった、あ、ちょっと、いやそれがそれ言ってたんだよ、ほら、あ、そう、ほんと、うん、それでえ、いやそこの話を詳しく聞きたいなと思って、蛇が、で、何蛇やったっけ、なんか土蛇やったっけ、そう、で、なんか緑が出たらダメだとか、うんうん、え、なんかそれあるよね、緑の蛇が出たらダメっていうのは何がダメなの、人生がもうお前の人生はダメだそれから今年1年はわざわざそういうさ、あの、厄払いとか今年1年いいことがありますようにってわざわざ三重県のあそこまで伊勢神宮に手合わしに行ってんのに緑の蛇が出たらもうアウトだ嫌やな、それやったら伊勢神宮難しいな、だから蛇自体がほとんど出るなんてもうたまたまやん、でもあの日出たなんかあの蛇が俺なんか後から今じわじわ来てんねんけど、何が来てんねん低温調理みたいにこうじわ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 やっぱりそう火が通ってきた、すごくみなぎってる感じして、ああそうですか、なんか曲作ってもできるし歌詞書いてもできるし、なんかあの蛇のせいかなと思って、緑じゃなかったよね、違う違う、緑じゃなかったよね、違う違う、なんかちょっと茶色っぽい、もう絶対緑って言わないでください、ね、緑やってもそういうのすげえ影響されるから絶対ダメですよ、ああそうそうもう一回伊勢神宮行き直そうって言われたら俺たち蛇年やし、うん、すごいなんかね縁起がいい、蛇は縁起がいいんですか、縁起がいいじゃないですか、茶色でした、あ、茶色だった、茶色、あ、写真あんの、あ、この写真も出そうよ、あー、伊勢神宮の蛇の写真が、これ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 、あー、びっくりした、もう蛇出るって、そんな日常生活でも
蛇見ない。せっかく行ってそういうのあるといいね、嬉しいね。いやーよかったなと思って。じゃあね、これはちょっと嬉しかった写真、うん、この間3月か、僕誕生日3月だったんですけども、うん、ちょっと誕生日前後ぐらいに、うん、固定さんがお食事をしようって言ってたんですよ、うんうん、で一緒にお食事をさせてもらっていて、うん、そしたらその時そのお店のね、まあ2人従業員がいるんですけど、うん、なんか布袋さんがちょっとこうちょっとあいい部屋のうちのマネージャー持ってきてたやつさ、うん、持ってきてくれるって言って、なんだろうと思ったら、いやこぶちゃんさ今度俺新しい作ろうと思ってるギターってさ、うん、あそうなんですかと、なんか聞いてなかったから、うん、はい、あでえ持ってきてマネージャー持ってきた、あ珍しいな、ご飯屋さんのところに、うん、ちょっといいってケースバーって、うん開けて持ってきて、じゃあこれなんだけどさ、コブちゃんちょっと見てくれるって言ったらさ、うん、これハッピーバースデーコブちゃんって書いてギタードーンってプレゼントしてくれた。あ、ギターごとくれたの？そう。え？その、あの芝居売ってたの、そのちょっとあの俺のさ、今度作ったやつ持ってきてっていう小芝居言って俺にサプライズして、それを誕生日プレゼントとしてくれたってくれた、すごいね、ホテイさん。今このこれいいんだよねってフェンダーのギターとさ、なんで今お前小芝居って言ったの今ホテイさん。おーい俺は、違う違う違う、俺はすごくいい話やなと思って真面目に聞くスイッチやったのに、お前が今一個だけミスしたね。古畑任三郎やったらお前も今ので、うーん待って、犯人は一つだけミスを犯しました。犯人は重大なミスを犯しました。だってこのまま CM 行くとかだね。残念ながら、小芝居って言ってしまいました。言ってないの。くそー、惜しかったな、ほんま。いいエピソード今。俺もすごいいいエピソードで終わらそうと思っててんけどね、やっぱ尻尾捕まえてしまった。さすがですね。ね、申し訳ない。捕まりました。もう捕まりました。捕まりました、すいません。それも嬉しかったって、まだその打ち合わせしてくれたのがさ、うん、嬉しくて、まあ、そのいただいたギターでね、うん、今度ツアーも回ろうかなと思ってるっていう、この僕の思い出の、はい、次のツアー楽しみですね。あ、はい、これ絶対行きたいなと思ってますよ。はい、まあこれつい昨日ですけどね、東京から新函館北斗。ああ、なんか昨日インスタに載せてたね。そうそうそう、ちょっとさ、何してたんですか？いや、歌詞書こうと思って、あのどっかいつもさスタジオ撮ってもらったりとかして、うん、ギュッて集中するんやけど、なんか俺気がついたらいつも新幹線で歌詞書いてんなと思ったけど、うん、それってさツアーの移動ですよとか、うん、プロモーションの帰りですよっていう理由やけど、うんうん、ちょわざわざ新幹線乗ってみようかな、うん、思ったのが昨日で、うん、来た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 、北の方に北の方にって言ったら北海道ついてた。それちょっと北海道ついてたっていうのは、うん、北に北に北にっていうのはほんまに、え、何に、どこに行こうと思って乗ったんですか？新函館北斗に行こうと思ってた。それはちょっと、そういう言い方はやめてくれる？あ、だってチケットは買わなあかんから。そらそうや。俺どんなチケットの買い方してんのかなと思ってさ、追い生産してんのかなと思いながらさ、替え玉みたいなチケットの買い方ってあったかなと思って。それの方がかっこいいけど、うん、一応買うときは。あ、そう。まあ、花から、だから結局、新函館北斗に行こうと思って乗ったんでしょ？思ってない。ずっと北の方へ。でも一応、あの、東京駅では新函館北斗行きのチケット買ったんや。それはやめて。それ結果論や。これはもうあんまりだから買うときに。今日は、ちょっと、気分良くなかったの。そう、気分は北へ行こう。やけども、まあ、それな、そらそら、それは JR の人に、あの、うん、どちらもですか、北へって言いますよ。いや、やっぱり来たってなるもんな。ある人がね、あの、渥美清さんや、うん、寅さんが住んでたマンションかな、うんうんうん、にたまたま同じ住んでた時期があったんですって。え、誰が？あ、まあ俺の知り合いがね、うん、そしたら、うん、寅さんやか、寅さんだと思って一言話しかけるじゃないですか、うん、こんにちはって、向こうもこんにちはって言ってくる、うんうん、これやっぱもうあの感じなんやって、うん、どちらに行かれるんですかって聞いたら、うん、北の方へって言ったってエピソードがあるの。俺なんかそれが残ってんのか、すげえ北へっていうの好きやね。いやでもトラさんやっぱすごいね。かっこよくない？どちらに行かれるんですか？ちょっと北の方へ。絶対近所のコンビニ。まあ家から見たらな。じゃあマンションが一緒やって、ちょっと外でおったらコンビニか近所のスーパーしかないやん。お前やめろってそういうこと言うの。
役を守るんやね。いやかっこいいなと思って、ね、で昨日はその北の方に向かってたって。それは何時間ぐらい乗ってたんですか？4時間17分で着いちゃうんです。びっくりして。で着いちゃう。いや俺もう時間が足らんかったもん、ね、俺4時間の新幹線もう電車なんて乗りたくない。なんで？腰が痛くなる。腰か。お尻も痛くなる。まあまあちょっとあれでね、長いとね。いや俺全然大丈夫なんですよ、ちょうどサイズやから。まあ、ちっちゃいからね。ちっちゃくねえわ。俺この間の伊勢からの帰りの電車買ってもううーんってなった。うーんってなる。長時間きついんでしょうね。ちょうどのサイズの椅子がないんかもな。いや、そんなこんなで昨日はね、まあそういうふうにこう移動しながら。帰りもそれで帰ってきたんですか？もちろんで、日帰りで。日帰り北海道で行きました。同じ電車の逆向きのって帰ってきたの？そう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 、向こうで、まあ目的地も決めずに。まあ一応東京買ったけどね。だって家があるからな。俺は昨日のインスタも北へ向かいますっていうのも、うん、うわ、なんか変な感じになってんな。どうやろう。いや、どう思ってんのかなと思ったけど。いやいや、いいよ、あれだけ。いい感じのスイッチ入ってるな。チケットどこまで買ったのか。やめてーって。コンサート昨日の俺インスタ見ていい感じやなと思ってたんですよ。いい感じ。一番いいなと思ったの。どれですか？これですか？これで、これで最後にこの、この新幹線の席で景色を見ながら作詞作業をするためだけに北へ向かう旅、うん、目的地なしってさ、うん、すごいこう、それをパソコンの画面にこう、ね、そういうのを書いた画面とこう、わーっと景色をこう撮ってこう行くじゃないですか、うん、で、昨日一日ですげーストーリー上げてたでしょ、うん、作詞してんやん。突っ込むとこいっぱいあるなと思って。重要なんですよ。あれ結構あのカット割りも考えてこっちが棒つけてこうしてやろうって。バカ、あれ2、30分かかるなと思って。バカか、お前は。バカだ、お前は。撮り直してるの何回も。何回も撮り直してる。今のだって何回も撮り直してる。窓のそうこうだって流れる景色からファーッと来ながらこうやめてカフェオレが映ってパソコン画面っていうのに行くまでこれ結構時間かかってるやろな。最初カフェオレ逆向いてたから4時間で目的地ついてます。30分ぐらいこれに費やしてやめろ。もう1時間おきぐらいそんなインスタが上がるからこいつ書いてないな。歌詞14そんな俺しか分からない。できてるかできてないか。突っ込むとこ8個ぐらいあったで。目的地あるし。スタジオで動かず書け。どうすな。もうこれせえって、これって向いてるかもね、そっちで。まあ、ちょっと思ったよっていう。結果は楽しみにしててくださいね。はいはい、ああ、写真どんどん行くね。これこれ、この間宮島行った時のこれ、ものすごい古い、あ宮島行った時の弘法大師がの時代からあるものすごい、あれじゃないの、宮島のあの火消せへんとこじゃなくて。あそこもっと上にあるんですけど、これはものまあ、もうちょっと下の方にあるお寺なんです。この霧なこの霧、うん、霧っていうのこのちょうどこのなんていうの森の方からこの出てくるこの。それなんかやってるんでしょ。ナチュラル。いややってるんですけど。ナチュラルじゃないでしょ。演出でしょ。うん、うん、まあそうなんですけど、その演出がその住職が、あのスマホでやってたっていうのすごいなと。なるほどね。その何しますって言われて、はいって言ったら、ちょっと待ってねってピッピッスマホ、ね、ピッってやったら、すごいよね。でもそういうことですよね。なんかこうやっぱり現代の科学と、うん、そういう古来からいいものの融合。そうなんだと思います。こういうところってのはこういうことを常にやってきたんかなっていう最先端がスマホや。すごいな、すごいな、だけどこれはちゃんと理にかなってて、うん、その暑さに対するそのああなるほど、涼しさをコントロールするし、その山の奥の湧き水をちゃんと汲んでちゃんとコントロールしてやってると。なんか進むって言われて今やっとちょっと今喉に突っかえてたのが取れました、ね、演出じゃないですよ。なるほど、演出量を取るためにね。あよかった今なんか全部が演出やった。どうしたか違うんですよ。というわけで、はい、前編はこれぐらいで本来1本目いいですかね。おおなるほど、はい、前編後編ね、うん、いいね、はい、というわけでまた次週を、はい次週ね、僕のスマホにしたあくるさんです、はい。Bye.